磯野和正は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。浅井氏の家臣、大見国助和山城主。小谷城下の磯野屋敷跡大栄三年、磯野因衆の子として誕生。磯野氏は、代々京国氏の家臣であったが、浅井助正の台頭に屈する形で、浅井氏の敗下に加わる。和正の父、因衆は、磯野氏の一族筋から養子として、 沢山次郎本拠に持つ磯野院基地に迎えられている。主家筋の磯野山次郎本拠に持つ磯野氏は西へ下り、筑前国高素上州、原田氏家臣となり、博多で転職し、中造業を営んだ。父の死後、叔父隠岐吉が家督を継ぎ、その後を数正が継いだ。和正は、沢山次郎本拠とし武勇に長けたことから対六角市線で、たびたび武功を重ね、合戦では、 浅井軍団の先鋒を任されるようになる。大野菊二主家、野村忠しと、三田村秀俊らと共に浅井四、翼と歌われた。元気元年6月28日の姉川の戦いでは、織田軍に深く切り込み、一時は織田信長の本陣近くにまで迫ったが、後に控えていた、織田川の稲葉一徹宇治家牧前、安藤森長らが駆けつけ、その後、 朝倉軍を撃破した徳川家康軍の増援もあり、浅井側は総崩れとなり敗退した。この数正の織田本陣に迫る猛攻は、数正の姉川十一段崩しという逸話として残る。姉川の戦いの後、浅井市の小谷城と乗りは横山城を拠点とした織田軍により分断され、沢山城は敵中に孤立する状態となっていた。そのため、数正は、 翌元期2年2月24日、沢山城を攻撃された際に、信長に降伏した。降伏後、数政は沢山城と引き換えに、大見高島軍を与えられている。この頃、織田家の縮小は、琵琶湖周辺に配置されており、この高島軍の配慮は、横山の木下東吉郎、沢山の庭長秀、安土の中川重政、長光寺の柴田勝家、 長原の佐久間信盛、宇佐山の明智光秀と同等という破格の待遇であった。和正の武功は、おだけでも認められていたと考えられる。ただし、信長の甥い、津田信澄を、継ぐ用紙とさせられている。その後、和正は、天正元年9月に杉谷全寺坊を捕獲し、天正3年8月には、越前一行一騎の地月に従軍している。しかし、 天正4年正月には津田信伏見が高島より上落しており、また同年12月にく木商人宛てに天正5年うるう7月には横枝たたり前人宛てに津田信伏見が安堵状を発行していることから、この頃には和政の権益は縮小、または家督の譲渡が行われていたと考えられる。天正6年2月3日、和政は 信長の意志に背いて叱責され出奔し、領地の高島軍は津田信須に与えられた。信長の叱責の内容は不明であるが、一説には家督を譲るよう、信須や信長が迫ったが拒んだためとも言う。出奔後の数正も行方は確かではないが、本能寺の変において、信須や信長が亡くなると、高島軍に戻って機能し、天正18年9月10日に死去した。 去年68、子、行進一家の一族は、石田三成、後に、東道高虎に仕えて、加盟を存続させた。孫の行男は、大阪の陣で、東道軍に属して、矢を、和解の戦いで、増田森次を打ち取る功績を挙げている。娘は、小堀正次に嫁ぎ、茶人、小堀正和を生んでいる。ありがとうございます。